将棋家白山から望む木曽駒ヶ岳、木曽駒ヶ岳から望む茶臼山と将棋家白山。将棋家白山は木曽山脈にある標高2730メートルの山。木曽駒ヶ岳の北に位置し、山体すべてが長野県に属する。山の姿が将棋の駒に似ているところから名前がついた。日本の分水界が山頂の間近まで迫っているが、将棋家白山の山頂に降った雨は、東は天竜川、西は木曽川へと集まり、いずれも太平洋へ注いでいる。ちなみに、分水界は山頂の北西約 1km の胸付きの頭付近で、日本海に注ぐ信濃川水系の奈良井川の源流となっている。山頂の南側には、1913年に発生した長野県中箕輪高等小学校の集団登山の遭難事故を記念する石踏みがある。この遭難事故をもとに、後に作家、新田次郎が小説、生殖の日を表している。各方面からの登山道がある。山頂直下の東側には、稲市西駒山荘があり、付近に天明水と呼ばれる湧水がある。将棋家白山と茶臼山の間には、花崗岩の鋭く尖った行者岩がある。木曽山脈の主な山は、木曽山脈を参照。ありがとうございます。